どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ本日もですね、賢者構築をね皆さんにお見舞いしていきたいと思います。デッキ名見てください。デッキ名超強そうじゃない。デッキ名環境トップネクロス召喚獣っていう強そう、すげえ強そう。デッキ名ですね、ネクロスって皆さんすんごい強いらしいんですよ。俺ネクロス触ったことなくて、 OCG でなんか結構いろいろ調べてたんですけども、ネクロスめっちゃ強いっすね、磁気式モンスターは。なおリンクス歯抜けすぎてガチで弱いっす。歯抜けすぎてリンクスの場合、まあこれから強化していくんだろうけども、今のネクロスマジで弱くて、で、まあ、どういうことをしなきゃいけないかっていうと、ネクロス儀式魔法があるんですよ。ネクロスを出せる儀式魔法ね、関連カードにあるかな、関連カードであると思うんだけど、これね、レベル10のモンスターとか出すのにレベル10を素材にできないんですよ。要は同じになるようにしなきゃいけないけど、こいつの効果で、こいつが例えばレベル10なんだけど、レベル10以外のモンスターのみを使用した儀式召喚でしか特殊召喚できないとか書いてあるんだよね。だからまあアトランティス使うとかいろいろコンボはあるんだけど、基本的にあれです、儀式するために、上級モンスターを儀式するために、なんかその2枚とか使わないといけないんだよね、カードを弱くねっていう。だからもうね、専用儀式魔法はもう無視しまして、こんなの無視で、これだ、高等儀式術、これでレベル5を、2体出す、墓地を来ると、ディサイシブのネクロスが出せるわけですよ。でネクロスいっぱいいるんだけどさ、儀式モンスター一番今んところリンクスだと強いんだよね。これ何かっていうと、単純に打点が高いっていう問題、まず3300という打点ねとあと、このカードを手札から捨てると、なんかその1000アップ、攻守1000アップするっていうネクロスを、アレイスターみたいな効果、これ相手ターンでも発動できる効果なんだけど、で、相手フィールドにセットされたカードを1枚破壊できるっていう効果、除外できるっていう効果なので、これ結構こいつの効果が一応リンクスでは結構強いかなと思ってて、でこれを出すっていうネクロスデッキにまず組んだんですね。で組んだんだけれども、こんなんだけじゃ勝ってないんですよ、リンクス。どうしたらいいかなと。これ高等儀式で、まあ送る属性を水とか炎にしたら召喚獣出せるなとでこいつ水属性だし、呼吸ドス出せちゃうなということで、今回賢者コーチとして、召喚師アレイスターっていう最強のネクロスカード、ネクロスのアレイスターっていうカードを入れまして、であと融合モンスターになんかね、ネクロスって融合もできるらしいんですよ。ネクロス融合もできるらしくて、プルガトリオのネクロスっていうやつと、あと、呼吸ドスのネクロスっていう、このモンスターたちを入れまして、最強のネクロスデッキが完成しました。で、イージービンの方法をお伝えします。儀式します、高等儀式してディサイシブ出します。で炎と水送ります、デッキからね。で来ちゃったら、引いちゃったら骨砕して戻してください、儀式の使い手で。で、儀式しまして、で、素材墓地行ってるんで、召喚師アレイスターを召喚します。召喚権残ってるからね。でアレイスターで召喚して、召喚魔術っていう、ネクロスの召喚魔術を持ってきて、でネクロスの召喚魔術を使って、アレイスターのネクロスと、ネクロスの炎を食らう大亀を融合して、呼吸トス、ネクロスの呼吸トスを出しましょう。でネクロスの呼吸トスで、ぶん殴るダメージステップいいですかと、ダメージでいいですかっつって、コンセントレートして、ネクロスのアレイスターぶん投げてワンキルっていう、最強じゃね、天才でしょこれ、天才だわ、最強デッキできたわ、最強デッキができましたひと言言っておきます。デッキ対戦ご覧いただく方、本当に申し訳ございません。それではデュエルスタンバイ。かなりやべえわこのデッキ、かなりやべえわこのデッキ、天才としか言えないわこのデッキネクロス使いもびっくりだろうな。ネクロスデッキってタイトルに書いてあってさ、見に来たらさ、なんかはみたいなびっくりすんだろうな、 OCG のネクロス使いがさ、リンクス来てネクロスデッキだっつって動画見に来たら。まあネクロスデッキなんですけどね、だってディサイシブのネクロス入ってるし、ディサイシブのネクロス入ってるからネクロスデッキですよ。
で光の援軍、はいはい、光の援軍で OK ですよ、いいですよ、今のところは。ちょっとタスケルトンとかだけやめてほしいけどね。タスケルトンとか、あと、カイトロイドとか、あの辺だけちょっとめんどくせえからやめてほしいんだけど、ディサイシブのネクロ、ちょっと、コズミックサイクロンできないんじゃない、意外と。ライトロードって結構、伏せがなくて、コズミックサイクロンめっちゃ腐るってね、めちゃくちゃ腐るっていう、ちょっとあるある。でも自分のカードにコズミックサイクロン打つみたいな、意味不明なプレイングをね、なんかせざるを得ないみたいなことがあって、割と辛いっていう。はいはい。で、サムナルミナス。で、ルミナスで、ライデン、オッケー。で、ライデンで墓地肥やしていく。で、あと残りデッキ 2からの、あ、シュナインだ。なるほど。シュナイパティン。で、エヴァリー出していく。オッケー。で、ガーディアンの力？すげえカード入ってんな。でもそれコズミック最後の的になるぜ。ドロー。きた、レイスター。レイスター来たけど、これまだ勝てねえな、まだ勝てねえな、まだ勝てねえんだよ、足りねえから。あ、守備高くて足りねえんだよな。ですね、ちょっと少々お待ちください。プルカスやっても4000削りきらないんで、まあ、これセットしまして、これセットエンドですかね。これ魂のセットエンドで、ジャッジメントが引けていないことを祈るっていうだけじゃない、これ。ジャッジメント引いてる、これ。ジャッジメント引いたら俺の負けだ。ジャッジメント引いてたら俺の負け。それは認める、認めるよ、それは認める。ジャッジメントだけはやめろ。ジャッジメント封じの術はっ。でも考えてるってことは多分ないと思うんだよね、ないと思うんだよね。1枚落ちてるか、なるほど。あ、オッケー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 。攻撃表示になった、あいつ攻撃表示になった。で、これデッキトップなんだったら勝てんだ。アレイスターか。アレイスターはワンチャンあるんじゃないか、これ。ガーディアの力をぶち抜いて、でスキル発動して儀式の使い手していく。で儀式の使い手の効果によって、モンスター持ってきて、で高等儀式すんじゃん。高等儀式術発動。高等儀式術の効果によってデッキより通常モンスター、炎を食らう大亀とフレームキラーを墓地に送り。あら、あれよ、ディサイシブのネクロス。そして召喚魔術発動、アレイスターのネクロスとフレームキラーをこのゲームから除外し、ブルガトリオのネクロスを融合召喚。そして墓地のネクロスのアレイスターの効果発動、あ、じゃあ召喚魔術の効果発動、ネクロスのアレイスターを手札に回収し、このカードをデッキに戻す。よし、足りるか、足りるだろう、多分これ足りたはずだ。いけ、いや一応計算するか、一応計算しよう。4500と、4000足すから8500引く3200なんで、5300きた。神ゲーだ。神ゲーだ。いけ、コンセントライト、ブルカスに発動し、アレイスターのネクロスを2枚発動。うおー、トウ。ネクロス強え。いやー、ネクロスって最強だわ、ネクロスって最強だな。セッツセッツセッツ短縮。ここまでネクロス要素なし、今のところネクロス要素一切ありません。さあ、石田選手どういったデッキなんでしょうか。脱法墓所封印でしょうか。なんかさ、脱法っていうさ響きにすんごい嫌悪感をなんか抱いてる人いるよね。ツイッターとかでよく脱法っていうさ、なんか響きにすんげえ嫌悪感を抱いて、なんかなんだろうな、そのリミットかかるまで合法だからみたいな、なんかドヤ顔で言ってくる人いるよね。どっちでもいいんですけど、どっちでもいいんですけど、さ、セット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 、墓所封印 OK、 墓所封印は何の問題もない。ターン終了、マジっすか、殴んないっすか。それはまあ逆にありがたいまでありますけどね。まあ、一旦ここでこうして、でネオスフュージョンをブラックで伏せていたが、
コズミックサイクロン来すぎ問題発生してんだよな。まあ、一回儀式の使い手打って、で、コズミックサイクロン戻しながらモンスターカードを加えていく。で、一旦これターンエンドじゃね？ターンエンディングストーリーで。はい。で、その伏せなんですかね？その伏せなんですかね？その癖なんか知んないですけど、僕の手札今まあまあ強いんで、次のターン動きます。あ、伏せ2枚はちょいつらなんですけど、え、裏返る。これは2体で殴られると詰むので、これはそこらしをするしかないんですか、これは。俺あいつにそこらしするしかないの、とか、マジでくさカエルにそこらしてるしかないか、臭すぎるんだけど。で、守備表示変更されたことによって、あ、え、効果発動しないんだ、裏返るって、そのパターンって。あ、そうなん、あ、え、なんでだろう、ちょっとよくわかんねえ、なんでだろう。まあいいや、裏返るってさ、リバースしたらなんか一体あのバウンスできるよっていう効果持ってた気がするんだけど。あ、エンドフェイズか、来た。エンドフェイズでコズミックサイクロンぶち込んでいく。で、こうずっとチェーンがある、これを除外させていただきたい。コズミックサイクロンかなんかかな、これなんだろう、決戦だった、なるほど、決戦サブテラか、はいはい。で、そしたらこの亀引いたんで、亀マジないんで、亀マジいらねえから、亀をデッキ戻して、で、魔法持ってくんじゃないですか。で、これ来たわ、ディサイシブのニクロスさんですね、セットカード割れるんですよ、セットカード割るっていう最強の効果持ってます。ディサイシブのネクロスを、俺はデッキより通常モンスター2台を墓地に送り儀式召喚するぜ。いけ、炎を食らう大亀とフレームキラーを墓地の送り。いけ、デサイシブのネクロス。あ、これリバースしてからよかったかな、これリバースしてからよかったセザンの俺。そして、あー、傀儡か、はいはい。で、傀儡で、裏返るを、表にすると、はいはいはい、なので、それ強いよね。これ動画見てくれた人、これ動画見てくれた人ですか。で、裏返る、はい、戻っていく。じゃあ反転召喚で、アレイサーの効果発動、召喚魔術を手段に加えて、そして召喚魔術の効果発動。俺はフィールドに存在するネクロスのアレイサーとフレームキラーのネクロスをゲームから除外し、プルガトリオのネクロスを融合召喚、そして召喚魔術の効果発動。このカードはデッキに戻すことによって除外されているネクロスモンスターを手札に加えることができる。そしてバトルフェイス食らえ、プルガトリオのネクロスダメしていいっすか、自分ダメしていいっすか。お、これがネクロスデッキです。さあ、お相手の方、伊沢明選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。俺は手札より高等儀式術の効果発動、デッキより通常モンスター炎を喰らう狼とフレームキラーを墓地に送り、ディサイシブのネクロスを儀式召喚。おらお前誰やねん、マジで、お前誰やねん、誰やねん、モンスターすぎる、ターン終了。なんで炎を喰らう狼って誰だよ、お前マジ誰だよ。生物の太鼓、聖杯の攻守300アップ、なんだそのカード、なんだそのカード、何がしてんだこいつ。え、あ、聖杯出た、リースだ、聖杯の妖精リース来た。これ召喚特召喚でなんかあれですよね、生物持ってくれるみたいなやつですよね。これはなんか OCG でよく見る、な、結構強いと噂の。え、エンドなんすか、これ何、これどういうデッキ、どういうデッキで、これバトルしていく、で、ぶん殴っていく、で、2級ダメージ強え、ネクロス強え、これ何これ、え、聖杯モンスターが、破壊されると聖杯サーチ、あーと、あ、え、あ、強いね、あ、蘇生してサーチ、あ、なるほど、はいはい、なんか宇宙されたわ、宇宙されたけど、だから何か、だから何かはある、だから何かはすごいあるけど、これが特殊召喚、召喚でも反応するんだよな、そうだな、これは知ってんだ、これは知ってる、俺もかろうじてセット、アドバンスセットで妖精レースの効果で、やばい、ガチでわかんない。なんだって、何が起きてるんだ、何が起きてる、生物の正常は何これ、どっちを加えると、ちょ、マジで、あ、正害やばいな、正害はやばいから、正害はこれ落とし穴ですね、正害はこれ落とし穴ですわ。
こうですわ。で、巡っていかれる、巡っていかれるのきついな。巡るサーチできるの強えよな。生涯って。巡るサーチできるのマジで強い。で、それ巡るね。で、ディサイシオのネクロスは、セットカードを破壊できるんですよ。これまず一発コズミックサイクロンで、そこを除外するんですよ。オッケー。で、ディサイシオのネクロスの効果と、ノーコストでセットカードを1枚、除外することができるぜ。くらえ！よーし。スキル発動する必要はねえか？一応でも、伊達アップさせるために、一応スキル発動して、ディサイシブ持ってきた方がいいか。これね、アレイスターなんですよ。これ、簡単に言うと、このディサイシブのネクロスは。で、バトルフェーズ入っていっていいんでしょうかね。あれ、なんでしょうか？殴っていいんでしょうか？全くわかりませんけどね。殴っていいんでしょうか？殴っていいんでしょうか？これが、聖杯が、あ、で、開口で持ってくるのか。聖杯の効果は何？聖杯の効果は？マジ、意味不明すぎて草。いや、2体、お、強い！強え！強っ！強っ！強っ！なんか知んないけど強っ！なんか知んないけど強っ！これ、どうなってるの？ね、2体アドバンスか。あー、生遺物、生害。生害。生遺物、生害。生害の効果で、生状持ってくると。なるほど。生遺物めぐる戦いじゃないんだ、そこは。リースの効果で、いや、わかんない、わかんない。何が起きてんだ、マジで。マジで何が起きてる、これ何が起きてる、一体。やばい、やばいことが起きてる。やばいことが起きてるとわかる。実況不能。正常の効果で手札から、一体特殊召喚できると。なるほど。はいはい。で、聖杯。これはやばいんだよな。これはやばい、普通に。これは普通にやばい、こいつは。なんか、リリースするとなんか、エクストラからモンスターが特殊召喚されたら、待って。冷静に考えよう。こいつ1800だから。1800だから2500。これ、ディサイシブ打ったら、ディサイシブ打ったら相打ちだね、これ。ディサイシブ打ったら相打ちだ。こうしてこうだ。何がしてんだよこれ。うわー、 アレイスター引きたかった。アレイスター引きたい人生だった。アレイスターを引きたい人生だった。オルフェゴールアインザッツ、ガチでわからん、ガチでわからん。で、聖杯の効果除外すると、なんだって、除外すると、生物生害持ってこれる。マジで、何が起きてるのこのデッキ、何が起きてるのこの、マジ意味不明すぎるんだけど、マジでやばいこのデッキ。しかも殺せねえのかよ、殺せないの、草。アレイスター来いや。くっくそゲーかよ、マジで何してんだよこのデッキ。アレイスターデッキだから、基本的には終始マジで意味が分からなかったんだけど。